誓いを立てたようにあのなも ものだったから、15年前のね手紙の文章も引用しながら多分今書いてくれてただろうし、もう一回やろうぜってことだよね。そう、トップになろうぜってこと、この5人でずっと思ってるよ、うん、嵐のリーダーとして青野くんいかがですか。いやもうなんだろうな、もう本当この5人で結構ないろんなことをやってきたと思うし、まあその中でも5人ともねいろんな思いがあって、まあその中でまあちょっと僕のわがままでちょっと先に4人に伝えてしまったんですけど、